今日は6月の12日、ちょっとまだ関西は梅雨入りになってませんが、時々、雨が降ってます。さつまいもも大丈夫でしょう。はい、下池、池岸では半化粧が葉っぱを白く発し始めてます。池の中、浅座、周辺の木は新緑に変わってますね。そうですね。はい、月浜周辺の半化粧もでしょうか。はい、田んぼを後に来ました。さつまいもベタク、さつまいも適当な雨で、この通り、しっかりと根付いたようです。こちらはアジサイ、ガクアジサイです。ピンクと青と混ざって綺麗ですね。はい、こちらは、元石の田のさつまいも畑、こちらも綺麗に根付いてます。神の池、もう水仙が、咲き終わってます。袴田さん、今年の梅雨良かったよ。適当に雨が降って適当にな。さつまいもも元気についてます。池、小川の土手は、ボクダミ。ちょっと、つぼみが増えて大きくなってきましたね。はい、サギゴケも咲き終わってます。これが今日、6月の12日、小さな自然の様子です。江戸にサハギが咲き始めてますね。